こんばんは。こんばんは。ピアノ屋家族でーす。今日はケンジが屋台メニュー。屋台メニュー作ってくれることになりました。ちょっと僕のプロの技でやってみたいと思います。ではそれでは始めまーす。間違った。ピアノ屋家族始まりまーす。よろしく、まずは説明書を読んで取説読む、まず珍しいじゃん、生地、水を入れた、水が必要じゃん、すごいびっくりしてるけど水は持ってきてるよ。あ、そっか、水を入れたボウルに、なるほどね、超かっこいいじゃん、なるほどね、なるほどね、これはあとで一袋でいいんだよね、2人前だからね、腹減ったぜ。いや俺も腹減った。みんなでソーセージ焼いた方がいいんじゃない？ああそうだね、そっちやろっか、それでそれをかぶりつきながら、じゃああと山芋入りお好み焼きと、これ美味しかったんだね、前作ったのね、うわ、おいい、すごい粉が飛んどるよ。大丈夫だ、どうしたの、かっこいいじゃん問題ない、あとかっこいいじゃん言うことだけは達者だあと豚バラを、え、豚バラを先にやるの、ちょ混ぜる前に、あ、混ぜた方がいいだろそういうこと、焼けちまうじゃん、あ、そっか、卵入れんだよ、知らない、ちょっと怖いんですけどさっき水って言ってたけど、そうだ、水どうした、水何 cc 出るとか書いてない、じゃあ自分、あ、160って書いてある、160cc の水がね、必要なんだ、水はそれ、あっちの使ってじゃあ水はここに入ってる、なんで私のもん、窃盗に近いさ、あぶれたからこっちはこっちを進めるよやっとるよ、混ぜる、ダマが少し残るぐらい、キャベツ入れます、千切りだよ、あ、みじん切り、みじん切りじゃない、ざく切りみたいな、キャベツも結構多い方が美味しい、そう、ね、そうそうそう、よく覚えてんじゃん、卵はいつ登場するの、あ、そうだ、え、ほんと、ここで入れるの、入れるよ、あとこれも天かす、うん、え、そんなに入れ忘れてたの、そう、逆に怖いんですけど何を、ネギは、ネギ、うん、もう入れんの、知らん、え、せ、とり、説明書読んだんでしょ、野菜全般入れる、じゃ、ネギって何なの、凍っちゃってる、まあでも温めるから問題ないでしょ、いやでもにしてもよ、いやすごいね、はいよそのまま、いや、あ、サクサクいく、じゃあ肉からだ、そうだ、もう全部私が言ってくるんで、いい加減にして
強いじゃない火、大丈夫強いかね、あ、そうか、うん、行くよ、うん、第1弾ちっちゃいのにしなの、うん、これ持っていけばいいじゃん、こうやってそういうこと、うん、そういうこと、肉が余っちゃった、だからさ、2つにすればいいじゃんって、もっとちっちゃくすればいいじゃん、2つ、あー、そういうこと、うん、何分、うん、何分、なんか蓋とか閉めなかったっけ、2人だとあっちが蓋するんだ、いやフランクフルト出そうぜいや焦げるだろ、まずはこれでもうちゃんと読んでよマジで、本当に3分、2人4分、また蓋なし3分、どれぐらいの繰り返してから蓋ありだ、ほら、フランクフルトも食べれるよ、うん、うん、あ、もうそうじゃない、あ、もうそう、これ測ってんの、うん、測ってない、え見て、どういう風に溶ける今さ、うん、忘れてたよね、いやもういい、ちょっと、ちょいお前もマスタードくれや、あ、あとつけてないのか、じゃあフランクフルトいただきます、いただきます、超いい音じゃん、うん、めっちゃうまい、これいけるかな、これよし、うん、いけた、うん、うん、いいね、うん、2人4分、うん、そうだね、ほろ酔いタイムです、僕は梅酒ソーダ飲みます、私は桃と洋梨、じゃあいただきます、いただきます、すげえ凍ってんじゃんなんかすごい霜ってん、はい、乾杯、乾杯、あ、うま、梅酒ソーダも美味しいな、じゃあ完成、イエーイ、うん、うまそう、じゃあうまそうだな、うまい、これは絶対うまい、あ、うめー、いい匂いするよってそうだね、いや、これもお手早くね、え、鰹節まとめなんだ、いいよ、いいよ、ちょっと焼き鳥から食べてみる、いいよ、ソース混ざっちゃう、でここに時はいいじゃん、ああそうだね、もしかしてこれで出したんだろうと思ったしこんな感じで出来上がりました、イエーイ、結構ね、お好み焼きもうまくいくんだよね、いや、上手なんだよ、お好み焼きは、
するのがいいでしょ。今日は箸を忘れたので割り箸でございます。マヨネーズがとても大好きです。あとね、マヨネーズ好きだよ、うん、デブの素。いいよ、いただきます。それでも、ほっとりより焼き鳥から食べた方がいいかも。あ、ほんと、うん、雑、雑、出た。焼き鳥うまい。味が染みてない。染みてない。まあ、染みてはないけど、美味しい。うん、肉いうか、うん、意外に美味しいよ、これジューシー。うん、じゃあ、お好み焼きをいったら、うん、いただきます。うまい。うん、熱い。いや、うまい。そんなね、熱くないです。なんか。おいしい？すごくおいしい。ね。うまい。上手だね。うん。大丈夫けんかな？お好み焼きは結構いいね、うん、あのさ、家でやるとさ、臭いじゃん、うん、これやったんだよね、チョアブラ臭くて、うん、ね、カベカベがすごく臭くなった、うん、え、斬新、すごく斬新。斬新だけど、それはすごくダメなこと、うん、降りて。いや、ここでいいよ。ダメだよ、降りて。え、ノロちゃん、最近お行儀がすごく悪いよ。結構うまいな、うん、うまい、うん、うまい。ここにいな。池田さん、これ見てるっていうか、うん、見てなかった。うん、大体の音。3分経ったやろ。本当？もう経った。分からない。見てるんでしょ、自分。うん。心の中で。人参忘れちゃってたじゃん。たこ焼きやりたいのか、いつも。早っ。俺もいいのってなって。今はでもさ、運動神経ないからさ、その上にも乗れないからさ。そうだ、乗り。これ今55分までしょ。うん、お、2つ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 で55分。2つ2つであと3分。じゃあ、駅になっちゃいます。うん、待てよ。ん、これ、焼きながらさ、うん、タレ、こうするよね。ああ、そうだね、やるね。そっか、焼いたんです、焼き鳥。そうね、つけて、焼いて、つけて、焼いての繰り返しだね。そうだね、確かに、焼き鳥だってそうだね、うん、パティは少なめにする？いや、食べる食べる。
暑い暑いし、もうすごいベタベタしてるし、うん、おーノーですよ、はい、あ、その かけらも私のだよ。そうだよ、分かってる、うん、これもでしょ。あ、そうあ、この2枚目のおいしい粉っぽい、ね、え、じゃああれだ、粉っぽいというかな、生ハンガー系じゃなくて、いや悪い意味があって、悪い意味で、こっちの方が多分粉が混ざってる分量が多いのかな、こっちの方がふっくらしてる。あ、そういうこと。うん、じゃ粉っぽいって言わないでしょ。生地が多い。いいんじゃない、うん、いいよ、いいよ。じゃさ、うん、あれ、あ、食べてないんだったら俺やるよみたいな話になるじゃん普段の自分が出ちゃってそう、うん、うん、うまっ、うん、味は本当ちゃんとついた、うん、うまっ、焼き鳥もいいね、うん、これ冷凍で買ったやつやね、うん、ロピアで700円だ、うん、で25本ぐらい入ってて、うん、半分ぐらい持ってきて、うん、酒が進んじゃってやばい、もうじゃないですか、進んでねえじゃん、進んでねえし、もう結構赤いお顔。あ、そう、うん、まだ半分ぐらい、日焼けかな、こちらが日焼けなのかな、うん、多分日焼けだね、多分、うん、結構赤い、うん、本当、うん、そんなに、うん、本当、なんでだろう、どんな感じ、そんな感じしないとしない、それまずいじゃん、逆に体感ないね、まずい、あ、全部持ってっちゃった、手、なんていうの、さっきこれ使ったやつ、フライ返し、今漬け込んでる漬け込んでるって何だ水なのに浸してる、そうだね、うん、漬け込んでるなんだその日本語、フライ会社煮込んでる最中どうぞ、うん、面白いことねコンビニ行ったんだね、そう、わざわざね、行ったね、そのローソンの前にね、なんていうの、果物直売所、トウモロコシとかね、うん、ブドウ、巨峰とか梨とか売ってたんですけど、そこでちょっと大きめの梨買ってきました。これかなり、ね、秋月、うん、秋月っていう名前だったよね、うん、これ2個で1000円でした、うん、これを食べてみようと思います、まあ、全部食べれないので、はい、半分ぐらいかな、うん、これオピネルすごい切れるんだね、うん、すごい、俺は梨を抜けちゃうぜみたいな自慢でしょ、それ。そうだよ、それカット全部カットだから食べてるところだけだから飯だ、飯だ、俺の飯だ、飯だ、飯だ、俺の飯だ、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 少々お待ちくださいませ、飯これ食べるといいか、3秒ルールで食べちゃう、いや、これは無理だ大丈夫だよ、ちょっとジャリッとするくらい嘘びっくりした、ステリリアこれだよ、うん、では、トマトエルのご飯ができました、今日はささみぎだよね、うん、あの普通よりも水分を多めにいつもキャンプそうだね、超多め
そういつも水分あのいつもね自由に水が飲めるんだけどね、うん、キャンプに来るとさ水が自由に飲めることが少ないそうだね多めにあげてまーすということでどういうことかねご飯タイムうんそれはいいですかどんなこっちですか。え、こっち戻っといてって。戻っといて。だから戻ってこいって言ってんの。もういいだ。これ食べ。何じゃないかな。来たね。何ゲップしたの？ゲップするんだし。ごちそうさま。はい、食べ終わりました。では、今回のケンジの料理番組は終わります。もしこれがちょっとでも良かったよって思っていただけるようであれば、チャンネル登録、コメント、評価、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、青の私の可愛い、うん、毛穴絵科学でした。さようなら。さようなら。バイバイ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 。今日は興味ない。なんでよ。